休んでな。いいんすか？俺らがくたばっちまったら一人で全員救うんだ。もっと無理っすよ。だったら一緒にヒーローになろうぜ。敵は国運政府軍、しかも恐怖のサイコムだ。何が恐怖よ。サイコムなんて見せかけだけの連中でしょうか。あたしらノラの敵じゃないよ。なんせこっちはヒーローだしな。そうぞ。あっ、政府軍、今に見てろよ。ぶっ潰してやる。ヒーローってね。大丈夫か？
何やってんだ。安心しろ、パルスに追放なんてさせない。俺らがどうにかするから、道が開けたら俺たちも手伝うぞ。そうだ、このまま黙ってられるか。けどな。ああ頼む、やらせてくれ。わかった、戦えるやつは手を貸してくれ。はい、気をつけて。ありがとう。ああはい、どうぞ。よし、やっぱ俺もやるぞ。ああはいはい、気をつけて。母さん大丈夫。ここを引けば。分かった、やってみる。すまん、もう一点教えてくれ。ここがこうなってるのか。いいのか。母は強しよ。おう、最後の一丁っと。こいつは置いてく、誰か持っててくれ。おっしゃ、はい。いざって時はみんなを頼む。バン。第一印象、調子いいやつ。ま、隠れてりゃ安全だ。ここらの敵はすぐ片付く。みんなで家に帰るぞ。ほーらみんな立って。よし行くぞ、ついてこい。さあ、はい、さあ急いで。サイコムランクに負けんじゃねえぞ。あたしらに任せな。迷ってばかりじゃいられませんから。油断すんなよ、はぐれたら危ねえぞ。
差別攻撃じゃねえか。パルスに運ぶ前にみんな死んじまうぞ。そういうことか。え？政府の狙いは危険な人間を国外から消すことだ。パージ対象者をわざわざパルスへ運ばなくても、ここで全員死ねばいい。 パルスへの追放に見せかけた処刑。
それがパージ政策の正体だ。何が政策だ。そんなの政治でも何でもねえ。知ってたのかよ、軍人さん。パージの主導は政府直属のサイコムだ。警備軍は絡んでいない。サイコムだろうと警備軍だろうと、兵隊は兵隊だろう。ファルスのファルシア、手先のルシは社会の敵。ルシになりそうな人間も任務とあらば迷わず殺すってわけ。そいつは迷ったのかもな。殺せなくて逆に殺された。あんたはどうなんだ。任務なら人殺しも平気か。無視かよ。リアルが辛い？逃げてもいいの。じゃあね。待って。私の笑顔が好きって言ってくれたよね。本当は怖かったんだ。いつだってそうだった。ファルスのファルシってやつは政府のファルシとどう違うんだろうな。できればお近づきになりたくねえもんだがな。飛び移るぞ。おい
ちゃん、負けねえぞ。よし。死ぬわけねえさ。シャキッとしろよ、大将だろうが。あの子ってどの子だよ。うぬけた面のヒーローは見たかねえんだ。遺跡で待ってんだろ、未来の嫁さんがよ。早く迎えに行けっつうの。大将だ。なんてこった。みんな無事か。邪魔すんなら無理やり通るぜ。